452年4月15日、フィレンツェで誕生。私生児であった。学校も通えなかった。祖父母に育てられる。1466年、ベロッキオ工房に弟子入り。ベロッキオは、彼を見込んで、プラトンアカデミーに入学させる。キリスト教では、偶像崇拝が禁止で、絵だけは許されていた。独立し絵描きになったが、ほとんど収入がない。ミラノに渡る。1475年、受胎告知完成。1476年、同性愛の疑いをかけられる。1483年、岩窟の聖母制作開始。1498年、最後の晩餐完成。1502年、チェーザレ・ボルジア付きの軍事技術者となる。1506年、モナリザ作成。1507年、フランスの宮廷画家となる。画家の傍ら、数学、物理学、天文学、医学なども学んだり、要塞の設計、大砲と火薬、戦場銃など、軍事技術としての顔も、1519年帰らぬ人となりました。彼は誰？